やった。いいね。素晴らしい。未来の所長さん、部下として働けるのを楽しみにしているよ。ああ、揃っているな。この喜びは言葉にすることはできない。我々の新たなゲストは周囲の環境に馴染もうとしている最中だが、すでにこちらのやり方にいくつか非能率的な点があることを指摘している。その助けがあればフェーズ3はすぐ準備が整うだろう。それも全て皆のおかげだ。こちらがここにたどり着く前から多大な労力を費やしてきたんだろう。ゴールまではあとどれくらいだ？もう長くはかかるまい。基地部門が順調に作業を進めている。もう一つ果たしてもらいたい役目がある。ひょっとしたら楽しんでもらえるかもしれん。そろそろ連邦に我々の存在を知らしめ、こちらの計画を邪魔しないよう要請する声明を出すタイミングだが、それはあなたがやるべきだろう。その声明というのはどんな類のものだ？放送だ。今後インスティチュートを軽視するなという連邦に向けた声明だ。次期責任者としてその責任はおのずとあなたが引き受けることになる。こちらが用意したコメントを録音してほしい。済んだらそれを連邦全体に向けて放送する。ここにあるマイクを使ってこの台本の通りにしてほしい。実に簡単な仕事だ。父さんならきっとうまくやれる。長年にわたりインスティチュートが今も存在し、皆さんの中に紛れているのではないかと疑ってきたことでしょう。それは事実です。しかし事実の全てではありません。我々はここにいます。そして我々は未来です。我々の優れたテクノロジーは連邦の未来を表しています。今日我々は所持している原子炉を起動し、地上の世界が存在しなくなった後も我々が生存していけることを確実にしました。人類の未来を確実に存在するものにしたのです。我々は取るに足らない些細な事柄に口を出すつもりはありません。皆さんの日々の暮らしについてもです。我々はただ皆さんにインスティチュートの活動の邪魔をしないでいただきたいのです。そういう行動は結果として関係者全員に不必要な困難をもたらすでしょう。ご安心ください。未来は明るく輝き、人類は我々の導きの下で繁栄するでしょう。なるほど、今のは興味深かった。こちらが当初意図したものとは違ったかもしれないが、そちらの趣旨は間違いなく伝わるだろう。次はそれを全ての人間が聞くようにする番だ。ダイヤモンドシティまで小旅行というのはどうだろう？ダイヤモンドシティに何の用があるんだ？町自体に用はない。実はこれはやや手っ取り早い方法ではある。ダイヤモンドシティにあるラジオ局は連邦に数多くのリスナーがいる。こちらのメッセージを人々に聞いてほしければ、それを通じて届けるのが一番だ。彼らの放送をジャックする前に、その放送の出力を最大まで上げておく必要がある。必要なパーツが現地にあることは確認済みだ。あとはそれらを設置して放送出力を上げるだけでいい。
終わったら戻って報告してくれ。それまでに準備しておく。決して忘れない。よし、これを試そう。これはこっちか。よし、入った。最近ラジオの音が良くなってると思わないか。あなたにも私たちと同じくファーザーのことを知ってもらいたい。メンテナンスを要する場合、施設部門に報告書を提出。大都市への旅は楽しめたか。では済んだのか。送信機はもう調整済みなのか。すべてスタンバイ済みだ。こちらの準備が済めばいつでも行ける。よし、原子炉が稼働したら彼らの放送に割り込ませてもらおう。ホスト役はそちらに任せよう。友人諸君、我々はこの瞬間を目指して努力を重ねてきた。皆のすべての努力が実り、ついに我々の原子炉を起動する時が来たのだ。もう生き延びるために妥協を強いられることはない。進歩が資源を追い越す心配もない。父と私は皆の協力により成し遂げられたことをこの上なく誇りに思っている。そして将来より偉大なことを成し遂げるのを楽しみにしている。今やインスティチュートは真に人類の一番の希望となった。皆に、全員に感謝する。ショーン、全く信じがたいことだ。長年の苦労を経て今我々はここにいる。ここにたどり着いたんだ。自分が可能にしたものを見てみるんだ。原子炉は動いた。インスティチュートの次の目標は？それをこれから話そう。インスティチュートの将来を確かなものにするにはまだやらねばならないことがある。どう進めるかを話し合う会議理事会によって招集されたが、私は出席しない。あなたが責任者として出席するのだ。会えてよかった。今日は元気かい？私たちの多くはよそ者を新しい責任者として受け入れるのに苦労するはずよ。じゃあいずれ君が新たな所長になるのか？睡眠は本当に時間の無駄。もっと効率的なプラズマ放射器の設計をしている方がずっといいわ。どんな時も公衆衛生の習慣を忘れずに実践してください。
ワーウィックの人造人間から最初の報告書が届いた。まず歓迎のご挨拶をさせてください。皆一緒にお仕事ができるのを楽しみにしております。早速本題に入ろう。もちろんです。今ここに集まったのはいよいよ自分たちのために立ち上がる決意をすべき時が来たからに他ならない。大げさな言い方はやめましょうよ、ジャスティン。何も大げさではない。我々は抵抗し権利を主張できる立場にいるんだ。それをずっと話し合ってきただろう。事情をご説明しましょう。見ての通り、連邦にはインスティチュートが目指すものに反対する立場を取る集団がいます。原子炉が稼働した今、我々は人造人間の生産を拡大するのみならず、一層大々的に権力を誇示することも可能になりました。原子炉は間違いなく全ての人々の生活を向上させる偉大な業績だ。ええ、でもそれだけではありません。理事会はこちらの長期的な安全を確保するため行動を起こす必要があるということで意見が一致しました。持って回った言い方はやめましょう。理事会が BOS を排除すべきだと決定したってこと。あなたには次期責任者としてこの結論を聞いていただき、お考えを伺う必要があると感じたのです。で、どういう立場を取られますか？賛成だ。向こうがこちらの新たな立場に反応する暇もないうちに思い切り打ちのめそう。その言葉が聞きたかった。この目標を果たすためどこに焦点を絞って力を注ぐかは責任者のあなたの判断です。我々はどの方向に向かうかについて助言をいただきたいのです。人造人間の生産量を増やしますか、それとも武器の開発に重点を置きますか？これまでの経験から戦争の勝利の鍵が武器だということは分かっている。武器開発に重点を置こう。仰せのままに。高度システム部門が直ちに作業に取り掛かります。貴重なお時間をありがとうございました。今回は以上です。ファーザーが会議が終わり次第お話をされたいと願っておられるはずです。インスティチュートの責任者、重い責任を負うこと。